特大ケージにオオクワガタを入れます。前回のオオクワと同じ現象というか、ここにこんなところに。そう、映えるな、映えるな、濃いわ、自然じゃん。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが具志堅ブラシ君です。いや、具志堅ですよ。具志堅か。昼飯後にやるけど俺糸ようじ派だから。いや、知らない、知らなかったわ。あ、違うんだ。こうピーって伸ばして、そうそう、こうやる。そうそうそう、あっちだから俺は。ああ、こっちなんだ。いや、それ歯間ブラシ。ああ、そうか、こ、こうか、こ、こ、こう、これ爪楊枝。それえ、な、具志堅なんて言ってた。糸ようじ。あ、糸ようじね、うん、あ、こ、こういうやつね。こうやって入れてくやつね。え、両手使うんですよ、糸ようじ。え、何、どういうやつ。糸ですもう、糸。ああ、はいはいはい、伸ばしてこうやるやつか。そうそうそう。ああ、歯間ブラシは片手でしょ。はいはいはい、うん、あれね、だから子供の歯とか抜くときとかにも使ったりするやつね。ああ、うん、そういう使い方。タコ糸みたいなさ。そうそうそう、うん、うん、うん、ああ、違う、違うわ。歯医者チャンネル違う、歯医者チャンネルじゃないか。違うわ。そうだ、前、前身はそうだったけどね。2年前ぐらいは歯医者チャンネルでしたけど。すごいリニューアルしたな。まあでもね、歯医者の話してたけども、うん、オープニングの出来は勝者ということで。いやいや、勝ち負けも競ってないよ、別に。違うか。何？そう、具志堅ブラシじゃないんだ。具志堅ブラシじゃない。具志堅ブラシでしょ。名字が具で、歯間ブラシが名前。長いなぁ。剣と缶が、だから毛が缶になっちゃった。あ、同じ家業でちょっとずれちゃったわ。具志堅生徒か。おお、そうだそうだ。名字だけ覚えてもらえればいいですわ。いやいや、でもできればフルネーム覚えたいよ、俺だって。まあでもその前に名字だもんね。そうそうそう、うん、え、どうやって書く。具志堅の具が越後製菓。いや、間違ってるわ。あ、違う、お餅の CM じゃないんだけど。あ、違うんだ。具志堅の具は具材の具。あ、具材の具か。うん、で、志が、おう、越後製菓。間違ってるわ。あれ、ちょ、まだ来ないか。それお餅の CM だから。ああ、で、志で。あ、志。うん、で、剣が、うん、肩揚げポテトの肩。おお、正解。うわぁ、具志堅の剣って肩揚げポテトの肩なの。おお。おーじゃないって。感覚おかしくなってるって。裏切られたわ。いやいや、ちゃう、マジ。いや、当てるんかいって言われる予定だったのに。そんな盛り上がられたら俺もよくわかんない、なんか嬉しいポーズしちゃったし、なんか、はい、なるほど、バッチリです、覚えました。はい、ということで、生徒下の名前で呼ぶなよ。一緒に取ってこう。具志堅って言うんだよ。いや、何があったんだよ、あの拳でよ。桐生の拳じゃないんだからよ。お、龍が如く。うん、桐生のパンチならもう俺で説明つくけど、俺桐生じゃないから。ちょっと動画界で下の名前で呼ぶなよって言われながら、うん、めっちゃボコボコにされちゃいました。いや、そんな NG じゃないわ。あ、ごめんごめん。あ、そうか、はい。でも具志堅とね、今日もやっていくんですが、はい、はい、お昼動画です。おー、はい、信じられ、まあお昼動画だからね、いっぱいオープニングも使ってくれてるかなと思って二人とも張り切ってたんですが。はい、はい、ま、今日ね、お昼でこれね、去年もやりました。まだけじゃもうむずいか、何百本も上がってるしね。今から愛知行く。いや、やったけどもお昼動画ではやらないわ。いや、ちょうどだけどね、クワプラが開く時間。はい、車で行ったらちょうどだけど、朝6時から行ったらね、ちょうど開くぐらいの時間だろうけどね。生体の名前当てるじゃないですか。生体の、そんな2ヶ月、3ヶ月に1回とか言ってたら俺が破滅するから。まあ行きたい気持ちはね、山々だけども、うん、うん、違います。今日ね、これ具志堅とじゃなかったのかな、お昼動画で去年もやったんですが、うん、今回特大ケージにオオクワガタを入れます。へー、これ八幡さんだったかな、もしかしたら。国産オオクワガタを去年1匹だけ入れて、はい、で、まあこのケージで飼育するっていうのをやって、うん、やったんですよ。で、オオクワガタのオスメスを入れることはなく、まあっていうのも、まあ繁殖しないだろうなっていうのと、あとクワガタだとどうしても材とかかじられるの怖いっていう、あの柱とかに使ってる、まあ針葉樹系の材だけど、ああいうのをかじられるの怖さっていうのもあって、基本的にあのクワガタは入れない方向でいたから、うん、
オオクワガタはオスメス入れてないんですけど、まあ、結果的にね、虫もオオクワガタとかが、無事に羽化まで行ってて、で、ただね、やっぱね、クワガタたちはちょっとやっぱ、殺虫灯が入ってるんですけど、ケージの中にそういうのにもう突進して行きやすいから、虹色とか結構入り込んでたの、で、前の殺虫灯だと電力が弱いのか、コバエとかは退治できるんだけど、クワガタは不幸中の幸い、こう、電気によって星になるみたいなことはなかったから、それは良かったけど、殺虫灯にぶつかった時に、まあちょっと危ないかなっていうのもあるんで、入り込めちゃうから。から、まあクワガタはできるだけ中から減らしたいっていうのもあるんだけど、今現状で確認できてるのは虫もオオクワガタがいるっていう状態で、そこで、まあ、今回は国産オオクワガタを、オスを入れていこうかなっていう感じですね。だからオオクワガタを繁殖させるつもりはないけど、観賞用で、今回オオクワガタを2匹入れようと思ってます。はい、はい、で、虫もんと国産オオクワガタ、まあ、交雑するかどうか分かってないんだけど、サイズ感的に大丈夫なんじゃないかなっていうところがあるんで、まあ、今年もオオクワガタは入れてみるって感じだな。で、まあ、もちろんこの家の、この部屋のケージの中の虫もんは今後外に出ることはないから、うちでずっと飼育はするから、最悪、まあ、最悪交雑したとしてもそうだから、まあそこは問題ないかなっていうので、で、まあ僕的にはおそらく交雑しないだろうっていうところ、で、基本このケージの中の子たちはもう全部交雑しないはずの種類を入れてるって感じだから、まあそこの中でオオクワガタとムシモはちょっと、まあ、怖さもあるけど、今回国産オオクワを2匹入れてみようと思います。はい、はい、で、その時入れるオオクワガタ出てきてもらいましょう。こちらです。はい、はいはい、こちらです。ちょい右前、あーそれ逆、それが真逆、あーそれ真後ろ、あーいいね、そのまま帰ってしやがって。でも今のその全然できてないブレイクダンスあんま膝で回んないって頭とかさ、あ、俺言わせてたけどここは頭だよおい、じゃない、それで髪の毛生えてこねえだろ、そこ。いやいや、その頭さすれよ。いや、だから頭なの。それ、サッカーでファールもらった時だから、それ。ヘディングシュートって言われてたもん、俺、膝で打った時。いや、ヘディングじゃないよ、そこ。あ、ごめん、これか。はい。あ、すいません。ちょっと。すげえ。笑いがすごかったんですけど、普通に。笑いが？笑いがすごかったです。ちょっと、令和の笑いしすぎちゃったんですけど、これね。このケース、はい、このケースに2匹、僕ん家、マンションから持ってきました。はい、こちらね。はい、この結構もう、ま、めちゃくちゃ強い、去年の、秋口ぐらいに羽化してきた子たち。そう、でも活動も開始してて、かっこいいでしょ。そう、これね、こっちが宮崎のオオクワガタ、地元のオオクワ、これがね、あ、ごめん、こっちも夏前だね。だから2月ぐらいか、2月3月ぐらいに羽化してきたと。で、まあ1年ぐらい経ってるからもう活動も開始してて、餌も食べ始めてるんだけど、こっちが宮崎で、こっちが岐阜だったっけな、岐阜県。これ赤目の方、赤目の奥は、うわ、これね、そう、2匹とも大型とかじゃない、まあ赤目と黒目の宮崎の奥は、ついにこのケージに宮崎県産のクワガタが入ると。このオオクワガタを2匹入れていこうかなと思います。で、去年もやったんだけど、去年のオオクワガタ1匹入れたんだけど、はい、それがね、全然姿を現さない、餌場になかなかいない、はいはい、だから本当に、だから前回のオオクワと同じ現象というか、もう幻みたいになっちゃって、で、それを夜動画で見つけるまで終われない動画やったんだけど、はい、まあ、無事に見つかって、そこで回収したんだけど、今年もやりたいっていうので2匹今回は入れてみようかなと思います、はい、じゃあ早速もう中入っていきましょう。この隣が特大ケージで、ここにね、今現状こんな感じで、はい、で、多分最新のケージ内の状況は多分これより前か
後に近々上がると思うんで、ぜひあの特大刑事関連の再生リスト気にかけてください。はい、そこから見てもらえたら嬉しいです。で、今もうヘラクレス1匹だけ、いわゆるよくここに出現するのは、うん、で、ここにも入れてくって感じになるから、去年の去年大桑入れてた時期よりも言ったらもう財とかがたくさんあるから、うん、より見かけること減るんじゃないかな。おー、そこに眠って、うん、だからどこに行くか分かんないけど、はい、とりあえずこの2匹をここに、あ、そんなとこに、そう、ここに入れちゃいます。餌食ってくれたら嬉しいな。ちょっと舐めな。お、舐めてるね。あんたも舐めな。お腹は空いてると思う。おー、すごいすごいね。うわーお、すごい。え、A ちゃんいた？あ、動き出した。おー、濃いね。映えるな。かっこよ。おー、目赤。リンガン、いや、ナルトかボルトはそれ。シャリンガンはナルトの時からあるやつ。ヒューガ、ヒナタがやるやつ。白眼か。失礼しました。俺知らないんでね。許してください。あ、すごい。しかもこっから撮ってやってよ。下から撮ったら、より臨場感いく。あ、ダンゴムシもいる。そう、ダンゴムシが今一番爆散してるから。おー、すごい。自然じゃん。あ、こっちの丘も撮ろうとしてる。うわ、もう今日で会うの最後かもしれないからな。あ、全然ちょっと…具志堅、これ大桑だと思ってたでしょ。あれたまにあるんだよ、具志堅で。こういうヘラクレス見てって言って、うん、俺は気づかなかったけど、うん、魔人が手掛けた動画確認したら、うん、絶対口切りとしてた。あれ怖かったんだよな。かっこいいっすねって言ってたもん。いや、ちょっともう奥に行っちゃった。もう見えないか。早いね。まあ、いつか見つけられたらいいけどね。赤目の方か、こっちは。いや、すごい。おー、ダンゴムシ。ダンゴムシ好きだな。こいつも、いつかまた会えたらいいな。かわいい。卒業式の隙間が好きなんすかね。いや、やっぱね、オオクワガタは基本隙間にいて、で、餌食べる時だけ出てきてまた戻るみたいな感じ。あー、ちょっとそういう種類だから、さすがに映せないとこに行きますね。そうね、さっきの奥の子、さすがだね。好きな。うわー、こつい。元気だからね、もうがっつり活動開始してるから。うわ、かっこいいわ。いや、このケージでオオクワガタ繁殖とかもさしてみたいけどね。またそれはいつかだよな。このケージじゃちょっとオオクワガタは難しすぎると思う。財とかもなかなか用意できないし、隙間探してるんだろうね。隙間と思ったら隙間じゃなかったパターンね。あー、下の方行くね。財相当あるからな。次オオクワガタ見つける動画撮るってなったらめっちゃ時間かかるかもね。うーん、前回はね、確かこの木の、これ木下に面してたんだけど、前は、はいはい、これ今浮かしてるから。下にいたんだよ、この木の。うーん、これ鉢合うんじゃないですか。確かに、どこ行ったんだろう。見えるそれ、今絶対見えなくなった。あ、もう見えないか。あ、もう姿消しちゃった。一瞬食ったけどね。あ、ここいるね、ここにいるわ。鉢合ってるわ。待ち合わせた。見えないか、ちょっと。あ、いたいた。あ、もう無理だ、これ以上は取れないな。ここにいるんだよ。あ、でももう、あ、カメラじゃ映んないかな。映ってるかな。もうあっという間にいなくなった。俺、オオクワガタじゃないわ。オオクワガタみたいな目してこっち映してたけど、なんだまだいるじゃんみたいな顔してたけど、俺オオクワガタじゃないわ。
深読みしすぎてもう映せないから多くそうか、まあ、多くはもう、まあ、餌食べずにもうちょっと自分の居床みたいなの探し行っちゃったから、うんうん、こっからまた、まあ、定期的に特大ケージの近況報告みたいな動画を撮るんで、その時とかに餌場にいてくれたらテンション上がるね。うん、でやっぱオオクワガタが見れた時のラッキー感えぐいから。おうん、そうだからまあ動画外とかにはなっちゃうけど、はい、うん、またオオクワがいるかいないかみたいなのを探す楽しみとか、うん、もうこれぞ自然って感じだから。はいはいはい、今新しく、まあ、今ヘラクレスのオス1匹がメインになってるから、うん、そこで言うと。また、まあ、虫もんとかもいるけど、国産オークワも新たに仲間に加えて、また特大ケージ、まあ繁殖とかはしないけど、この、まあ、人工的な自然の場所で、うん、すくすく生き延びてくれたら嬉しいね。うんうんうん、で、まあ、いつかオークワガタ探す動画も撮ると思うんで、それも楽しみにしててください。でもまあオークワガタ2匹入れたけど、あの半年以上前にはヘラクレス100匹いた場所に、うん、今ヘラクレス1匹でオオクワが2匹入れたけど、はいはい、具志堅はどう、この動画撮った上で。いやーだから、うん、羽化して活動開始してるまずオオクワガタが、うん、かっこよすぎましたね。ああそうね、うん、確かに具志堅とかはタイミングなんで、そうか、休眠中でじっとしてるやつばっかだもんね。はいはい、はい、うん、だからちょっとこう怖い感じ、確かにこう威嚇とかもするしね。はいはいはい、うん、それがこっちの木に映ってる絵がめちゃくちゃ、僕生でも見てるんで、うん、まあ、ヘラクレスもいる中でオオクワガタもいる絵がめちゃめちゃ新鮮でしたね。あとオオクワガタが木のところで生息してるっていう情報もそこまで知らなかったので。そうか、木のウロとか隙間がすごい好き。うん、自然界でもそういう習性があるっていう。そう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 、見つけにくいってことですか。そう、相当見つけにくい。そもそもの数も少ないと言われてるし、うん、だから生息場所を把握してたとしても必ず見つけられるような種類でもないみたいな感じ。だからやっぱずっと幻と言われてるゆえんではあるかな。うん、うん、疑似自然を体験したというか、うん、疑似体験。あ、そうね、なんか疑似体験できるから、うん、そう、でも今後確かに出てきた時見つけたいっすね。いやそうね、再会したいです、ね、再会したいね。うんうんうん、よかったです。ああよかった、うん、まあ、また、まあ、多分このオークワだけになると思うんで今回投入するのは、うんうんうん、またいつかオークワ、はい、もう見れる回もあると思うから、うん、具志堅も楽しみにしてて、はい、なので皆さんもぜひ引き続き楽しみにしててください。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。